皆さんこんにちは、フルアコチャンネルです。今日は市内の業者さんが連携してアコウの素材を用いたおむすびセットを登録いただきましたので取材にやってまいりました。皆さんこんにちは。こんにちは。それでは代表の桃井ミュージアムの長宗さんに商品の説明をお願いしたいと思います。アコウのふるさと納税返礼品として日本第一の塩を産した町播州アコウの美味しいおむすびセットを4つの業者さんに集まって作っていただきました。塩の国の塩は塩田の市場下で海水を濃縮して平釜で結晶化させたにがりを含むアコウの塩です。アコウの海で養殖された初摘みの柔らかい味付けのり、美味しいお米とともにご賞味いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。環境保全型農業でできた日の光というお米になります。兵庫の水晶ブランドを取得したお米でございまして、おにぎりにしても非常に、ふっくらと美味しく食べれますのでよろしくお願いします。アコウで江戸時代にあったうんか焼きです。これを炊飯器に入れて炊いたらご飯がふっくら炊けます。ぜひこのうんか焼きを使ってふっくら美味しいご飯を炊いてみてください。まずは前川農産さんのお米を炊きたいと思います。いつも通り洗ったお米の上にご飯がふっくら炊けるうんかの恵みをセットして蓋を閉めてスイッチオン。ふっくらもちもちのお米が炊き上がりました。それでは今回はより濃厚な味わいが特徴の刺し塩で握ってみたいと思います。はい、できました。最後に漁協さんの海苔を巻きます。完成です。アコウのおむすびセット完成品を最初に食べていただく特別ゲストは牟礼師匠です。アコウ師匠の牟礼です。今日はアコウさんの素材をふんだんに使ったおむすびを楽しみにしておりました。それではいただきたいと思います。お米も海苔も大変美味しいです。子供にもこれだったら喜んでもらえると思います。塩の味はどうですか？ちょうどいいですね。美味しいです。日本遺産にも認定されている赤牛の塩と地元の地場産品と味わっていただけるおむすびセット、兵庫県赤牛に2万円を寄付いただくとご自宅にお送りさせていただきます。ぜひ赤牛にご寄付を。お待ちしております。